さあ行きましょう。源氏物語15条、よもぎう。 よもぎゅですね光源氏がね28歳から29歳の時です今回の話は本筋からそれた外伝の話になります先に言ってしまえば六条で出てきた末つむ花っていうお姫様いましたよねあのビジュアルがかんばしくないお姫様の話の続きになります末つむ花はね常陸宮の姫君なんですけども常陸宮亡くなってるんですよ古文常識でもやったんですけどもこの時代ね姫君が父を亡くすと 後ろ盾がいなくなることが多くてね落ちぶれていくんですよ箱入り娘である姫君は働かないんですね 基本ね、親父の収入でで、生きてるとということになりますで。お父さんが亡くなってしまうと収入が入ってこないんでお手伝いさんを雇ったりご飯を食べたりっていうのができなくなってくると。ってなってくるとそのお姫様っていうのは落ちぶれていくないしそのお姫様が次は誰かのお姫様の女房の立場になっていくっていうふうなことになっていきます。この十五条よもぎゅうではね父親を亡くしたお姫様のリアルな様子が書かれてると。 落ちぶれれてていいくくと屋敷が荒れていくんですけどもその様子に着目しながら読んでいきましょうえじゃあつらい暗い話なんかっていうとそうでもなくてもう一つの視点としてねこの「源氏物語」が書かれる前にシンデレラストーリーとして落ちくぼ物語っていうのがあるんですよその「落ち窪物語」の主人公であるお姫様ママ母にいじめられるんですけどもめっちゃ美人なんですよ一種土天系な物語になります この十五条よもぎゅうでも意地悪なおばさんが出てきますしなんとか姫につこうとする目ののとごってていう子も出てくるんですよそういう意味じゃいわゆるど天系な物語である落ちくぼ物語に似つつも主人公がブチャイクっていうね紫式部がこの夢物語とリアルをコラボさせたような物語を書いているっていうところもねさすが新しい切り口で来るなっていうところなんですね早速見ていきましょう 光源氏が妻明石にいた頃、まあ、女性と会えなくなるということになるんですけども。 光源氏もそうですし女性の方もね光源氏と会えなくて苦しい思いをしたんですけども自分のね生活の拠りどころのある女性まあ土典型でいくと紫の上ですね光の財産を預かってますからは良かったんですよ生活ができるっていう意味ででもね中には中途半端に光が情をかけたままその後はねそんな人がいることすら誰にも知られず光の妻明石の退去すら噂話に聞くばかりでじっと思って 手には表さないけども心を砕いて光を思い続けている女性もいたんですよ。今回はね、末つむ花にスポットが当たっています。で、末つむ花、日立の宮の 女気味ななんんでですすけども父は亡くなってるんですね、まあ、それでも宮家としての名残をとどめていましたと言ってもね父宮の代わりに世話をしようとする人もない身の上なんですよだからこそその暮らしぶりっていうのはひどく心細いものがありました六条末妻花で詳しくは話してるんですけども太夫の名部がね 手引きして光源氏とと花が出会うことになりますで結局ね顔みたいなきっと美人なんやろうなって思って雪が降ってて月の光で照らされてねちょっと明るくなってる時によし今やって思って横目でねどんな顔やろうって見たらねうわーっていう風な顔やったんですね。 後姿は美人っぽかったのに見たら花長そして先っぽ赤みたいな感じやったんですね一度深い仲になった女性への思いやりとして常に様子を見舞い世話をするっていうことが絶えずあったんですよこんな女性を世話できんの俺ぐらいしかいいひんしなーって言ってましたしまたね日立の宮が引き合わせたんかなーみたいなこと言ってね末摘む花をね世話してたんですよめちゃくちゃゃゃく熱中してたわけじゃないんで 世話っって言って言ももね取るに足らないものですよでも末む花にとってはそんな取るに足らないものであってもねとてつもない婚を手にした思いでいたとそこへね光源氏の失脚と妻明石の退去が出退したっていうふうなことになります光も悩んでましたよねさまざまなことに心を惑わしているうちに末む花のような特に取り立てて深い中でもなかった女性たちのお情けであったり援助っていうのはすっかり忘れてね 結局スマに退いて後はね特段の見舞いや世話をすることもなくなっていたんですよ末積む花は初めのうちはね光の世話になっていた名残でね泣く泣くながらですけどもなんとかかんとか暮らしは立てることが できたんですけども、月日が経っていくうちに次第に貧しさも募っていく気の毒で寂しい限りの有様となってしまうんですね。この屋敷に古くから使えてる女房などはこういう風に言います。いや、もうひかるさんが来た時には、神か仏がこの屋敷に現れたかのようなご縁で素晴らしい運と思ってました。でも、ひかる様が遠いところに行ってしまわれて、もう悲しすぎるって言ってため、息をついてはるんですね。 光源氏にね巡り合う以前は頻繁な暮らしに慣れてたんでねもう嘆いても仕方がないやんっていう風に思ってたんですけども生実家ね光源氏の援助を受けるそして世間並みの晴れがましさを味わうっていう経験をしてみると女房たちも かええってて耐いい思いをしてね、嘆くことになります。光源氏の通いどころになってた時は女房たちもそら集まってはくるんですけども光源氏がいなくなってしまったら一人また一人実家に帰らせてもらいます違うところで働かせてもらいますって言ってねいとまを取っていなくなってしまいました女房の中でも年を召した古女房なんかは命が尽きてしまう者も,もいて。 月日が経つごとにねどん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 屋敷から人がいなくなっていく人数が少なくなっていくことになりますこの辺からね荒れたり貧しいっていうキーワードがたくさん出てくるんであ古典でそういうの出てきたら荒れてるとか貧しいって意味なんやなって思いながら見ていってくださいもともと荒れ果てていた屋敷のうちには白楽天の仕草ながらに庭はね狐の住処となったりまた木立の枝にはねフクロウが鳴いていると。 普通のところではね人の気配があるからこそ妖怪変化の類は姿を隠しているんやろうけど人気もなく茂り合った古着にはね小玉も姿を見せ悲観すべきことばかり増えていく霊みたいなんがねカタカタカタっているみたいな感じね。コンコンン、ほーほー カカカタカタカタでも周り茂ってるみたいな感じわずかに残った女房なども「いやもうこれほんと貧しくてどうにもなりません」あの頭領の何菓子っていう者たちがもうとにかく風流めいた家造りを好むようでございますそれゆえこのお屋敷のうっそうたる木立ちに目をつけて買い取りたがっています姫様お売りくださいませんかもう仕入れがあるんで今やったら高く売れそうなんですけど。 もう一層こんなところお手放しになって君の悪いところでないお屋敷に移られるのもお考えくださいここでとどまってお仕えしている者どもみんなですよみんな我慢しかねてますっていうふうに言わはるんですけども君は一向にね「がえんじない」「いいよ」って言わないんですねむしろこういうふうに言います あんたさもうなんでそんなこと言うのそんな人が聞いたらどう思うあのな私が生きてる間に父宮の名残をなくすなんてもうできませんまあ確かに荒れ果てているよキツネもいるしフクロウも鳴いてる子玉もカタカタ言うてるでもね私にとっては亡き親の面影がとどまってる感じがするもうあむしろお父さんがしゃべりかけてんちゃうかなーみたいな感じでね心が慰められるんですよ かかってくれませんかもうなんでそんなこと言うのよ」って言っておえつを漏らして屋敷をね手放そうとしない末エむ花がいますさらに屋敷だけではありません日立の宮はねものにもこだわってましただからものもいいものなんですねこの屋敷のちょうどまあちょうどって家具のことね古風で使い込まれていて立派なものばかりだと世の中には 骨董好きもいて、父宮の集めた匠の一品を譲ってほしいっていうものもいるんですね。女房たちはこう言います。いやもう、姫様、どうにもなりませんから。まあ、これは売ってお金にしましょう。骨董好きの人いますから。屋敷はあかんとして、これはいいでしょう。こんなん世の中ではよくされてることですから。っていう風うにしてね、売る方向売る方向に持っていこうとするんですけども、 やっっぱり末積花はね、ね。許さないっていうふうなないいてうことになるんです、ね、だから父宮は私たちに日々使わせようと思いなって作りおかせなさったんやで分かってへんなもうそれをわけの分からないその骨董好きの軽い輩の飾りにしようとするなんてもうそんな許せません <laughs> みたいな感じで、ね、一切売ることを許さないんですよ。で、末積花にとって、 兄にあたる禅師の君っていうのがいるんですけどもこの禅師の君はねまれに山梨の第五次から上京してくるついでにねこの屋敷を覗くことがあったんですよほらそのお兄ちゃんがいろいろ整備してくれたらねきれいになってね人も寄りつくんちゃうのってなるんですけどもこのお兄ちゃんは世間離れした聖人君主風ゆえね茂っている雑草やよもぎすらかき払おうとしないとそんな具合やから がやはねはびこるしよもぎも軒場に触りそうなほど伸びてますまたヤエムグラの草のつるが東にも西にも伸びて門に絡まって開かなくなっていますいやもうすごいな草ぼうぼうみたいな状況追きついじべいは崩れてそこから馬や牛が入り獣道をなしているとで 春夏にもなればねその道をたどって馬とか牛を放し飼いにやってくる牧道まである始末といやいやそれ人の家やんっていう風になるんですけど。 人の家かどうかももう分からんようになってるよっていうふうなことですね。で葉月には台風がね綿殿を倒して飯使いの住まいの屋根が吹っ飛んでるんですよだからもう飯使いからしたら逃げるしかねえっていうふうなことになってとうとうねクリアの煙も耐えてクリアって厨房ですねその厨房の煙も耐えるっていうのはご飯が炊けないっていうふうなことですね。 悲しいこぬすっともパッて見てあ屋敷やなーって思ってめちゃくちゃ荒れとるやないかいこんなとこにええもんあるかいっ言うて素通りしてしまうぐらい荒れてますそれでも神殿のうちだけは昔の映画さながらの失礼がそのまま残っているまあ神殿っていうのはメインのところでしたよね人手がないから掃除してないんでさすがにね塵とかホコリはねうずく積もっていますそういうい屋敷の中で末積む花は 淡然とした生活ぶりまあ折り目正しいね生活ぶりで日々を送っているというふうなことになりますじゃあコカとかね物語に没頭しているんかっていうとスウェツムハナはそういうのに無関心でしたよねじゃあ年頃としてお友達とね手紙のやり取りをしているのかっていうふうに言うと結構ね父宮日立宮自体もね 包み深さをモットーに全ての人に心の隔てを置いてるちょっと一歩こう引いてね遠慮した形で接しているだから心の奥までで踏み込むようなな友達いないんですねそういう糧で育ってるんでお兄ちゃんもね世間離れしてるような性格になってます。 末む花ももちろんんそうなんですよお手紙をやるような友達もいないなこの頃流行ってた「度胸やご行をするんか」っていうふうに言うと「どきとかご行なんて女子のするものではありません」みたいなんでねする気配もないと女性がそんなんしてるところ誰かに見られたら恥ずかしいんでーって言ってねしてないんですよ誰にも見られへんけどねまあ取り付く島のないね物語人やったわけですねでも侍従っていうね「末えむ花」の目のとこだけは 何年もスエツム花を見捨てることもせずにずっと使えてきたんですねただ同時に使えていたカモの産院がなくなってしまったこともあってこのね侍従の暮らしぶりも逼迫してたんですよそんな中意地悪おばさんが登場しますスエツム花のお母さんがいるんですねそのお母さんの妹で今は落ちぶれて頭領の妻になっている人がいるんですよスエツム花かららしたら おばにあたる人ねこのおばはね娘が何人かいて大事に育ててます末エむ花に仕えてる女房たちがいやーもうこの末エむ花のところあかんわって言ってね別の出資先を求める際にそらこのおば君のところに行き交うようになるとおば君はおば君で娘が何人もいるんでねお手伝いさんが来てくれれば嬉しいんでね 末つむ花の目のとこである侍従も時折ね通ってたんやけども末つむ花自体はね人見知りな性格ゆえおばとそうそう親しくお付き合いすることはなかったんやとそのおばはね末つむ花のお母さんいわゆるお姉ちゃんにあたる人なんですけどもそのお姉ちゃんとの仲がめちゃくちゃ悪いんですよおばがね侍従に向かってこういうふうに言わはります 私の姉はね私が頭領の妻になり下がったと言って私をいつも見下してこの家の恥とでも思っておられたのでしょう頭領の妻になり下がった時から仲悪くなったのよでもずっとね恥みたいな目線を送ってきてねだからあの末摘む花のひっ迫した暮らしぶりを見てると私としてはね気の毒やなっていう風に思うんやけど 私ほらお姉ちゃんも言うてた通り成り下がったみーやからこっちからお見舞い申し上げるなんて失礼かなーみたいな感じでねいけないのよ気の毒な生活してはって私は裕福やけどもねと憎しげにね言い聞かすんですよ。中流の身分から上流に上がった成り上がりならまあそんな性格でも元が中流やしっていうふうなことで納得できるんですけどもこのねおい聞かはもともとそら高貴な身分のはずなんですよ。 ズリの妻になり下がる因縁でもあったんかな癒しい心を持った人物としてね描かれます自分がねズリの妻という一段も二段も低い身分のありさまで末積む花のお母さんおばからしたらお姉ちゃんにね侮られたことを悲願でなんとかして日立の宮家の冷落した世の末にね一人残った姫君を自分の娘の召使いにしてこき使ってやりたいって思ってるんですよ 日が見って怖いですよね。あの姉ちゃんの娘の末摘む花の心持ちはもうちょっと古ぼけたところあるけども三宅の血筋といい育ちといい娘たちの後ろ盾としてはうってつけですやん。だからぜひ私たちの娘の召使いにしたい。 っって思って思るんですねで時々は私どもの屋敷にもお渡りいただく存じますおことが上手らしくて、まあ、その音など拝聴したいと申しておりますので是非お願いしますっていう風にしてねわざとらしく言い送らはるんですよ。 侍従、まあ、もねおばが裕福な暮らしをしているっていうのは分かってますからその家に招いてね少しでも末摘む花にいい思いをさせたいんかしきりにね末摘む花に「いややっぱもうおば様のところに行ったらどう?」っていうふうに言うんやけど末摘む花は一向にうべなわなわいんですよそうするとね「いや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 こんだけ誘ってもこんのかい」っていうことでおばはねバカにされたと思って憎むんですよ。 倉庫をしているうちにおばの君の夫はね太宰の代に太宰府の時間にね任せられたとこれはね左遷じゃないパターンなんでしっかりと地位と給料もらえます娘たちはねしかるべきところに縁付けてから認知に下っていこうと思ってるんですよ末エツム花を連れていこうっていう思いはねなお深く良さそうなことを言ってね末エツム花を誘う誘うとしてはるんですねこういうふうに言わります うちの夫がね、まあ、ひょんなことから太宰の第二に選ばれたんですよ。遥か遠いところへね下校することになりました。九州ですよ九州ね。まあ私がね裕福でしょ。裕福なので近くにいればねいろいろお力になれるんですけど太宰府に下ってしまうともうあまりに遠いんでねお世話申し上げることができないんですよ。もうそれがね本当に気がかりで心が病むんで。 ぜひ一緒に行きませんかっていうふうに言わはるんですけどもスエツマハナは引き受けないんですよ。<laughs> 九州ってどうぞどうぞ行ってくださいみたいな感じね。そうするとおばは「うわ憎たらしいあの子一体何様なんほんま偉そうに」。自分一人うぬぼれてのぼせたってなあんなひどい草ぼうぼうののっぱらいに長るく住んでる人をな源氏の大将っつったってもうちゃんとしたお姫様とは到底思ってないで。 分かってんのか、あの子ちょっとヤバくない。ちょっとやばいよね。っていう風にして恨んだりね。呪ったりしています。さて、そんなことがあった頃、ひかるはね。晴れて許されて都にお帰りになったっていうことが噂されて、人々は喜んで騒いだんですよ。そうなれば人って現金なものでね。 そんなん言ってへんかったのに、ヒカルが帰ってきたら自分はね。いかに光を深く思っていたかっていう風うなのをね。手のひらを返したかのように近づいてくるんですよ。ひかるはね。それを思って人間ってこうよなって思い知ることになるんですよ。で、末つも花のことは？ もちろん思い出す様子もなく何ヶ月も過ぎていってましたそしたら末妻花こう思うんですよいやもう本当におしまいかもしれない妻で暮らしてるって噂で聞いてなんて悲しいことなんやって思ってたけどな光様のことや必ず光様に春は来るってひたすらね私はお祈りしていたのに みんなが喜ばしく思っている福井をただただよそで起きたことやみたいな感じで聞いてるなんて私の身一つに募る悲しさ辛さとばかり思ってたんやけど会話なかったのかもしれないって言ってはるんですねいやいやいや私の身一つに募る悲しさと辛さばかりと思ってたって ものすごいこう愛されてるお姫様気取りなんですけどね。まあこの勘違いも末積む花の特徴の一つですよね。そしてヒロインのように心を乱して泣く末積む花。この様子を見てね、おばはほくすえんだんですよ。ほらな。 こんなね暮らしもたたんようなありさまでみっともないことになってるお姫様をね人並々の姫の一人に数えてもらえるなんてないですよあの子ね見た目の悪さそして貧しさこれ考えたらもう前世はさぞかしい悪行やったんやろうなもうそれぐらいだって顔ひどいしね貧しいしねそれやのにやで いたけだかに世の中見下してるわ偉そうにほんまもう親がいた時とはちゃうねんはよ理解せえってお父さんがいる時と同じや思てるやろいやもうそういう状況読めへん姫って傲慢やなーっていうふうに言ってスエツム花をね、うん、ますます愚か者と思って侮るんですよそしてこういうふうに言われますどうですかスエツム花太宰府行きませんか ほら、「今日での暮らしが辛ければ山路に分け入ってね心を慰めよう」みたいなこう古い歌でもありますでしょそら太宰府は田舎ですしね今日のお姫様からしたら風情もないっていうふうに思いでしょうがみっともないようなことにならんようにしますからね一緒に行きましょうっていうふうにして口巧みに誘はるんです寿恵妻花の女房たちはいやいやもうおば様の言う通りで。 えーとそしたらもう私たちもついていきますそれやのにお姫様もうなんでそんな強情なんですかそのうちにねと母の侍従もね太宰の第二の老いといい感じの関係になっちゃってね九州へ行くことになりましたで侍従もね一緒に行きましょうって説得にかかるんですよそれでもね末妻花はもう久しくも通ってこない光る一筋に頼みをかけています ここから先また時が経てばヒカル様は私を思い出してくださる機会だってあるのかもしれないあんなにしみじみと行く末を約束してくださったんやからヒカル様はちっとも悪くないただ我が身の運のつたなさゆえにこんな風に忘れているようになっているだけやからいずれ風の頼りにでもこの惨めな暮らしをしているってヒカル様がお聞きになったら思い出してここをお尋ねくださるはずなんや って心の中で思ってるんですねそんな風に何年も思い続けてるんで屋敷も以前にも増してすごい有様になります役に立たなくなった道具一つとして捨てたりねなくしたりせずにただ強情なまでに我慢を重ねて荒れた屋敷で過ごしてるんですよもちろんね忘れたらダメですよ末積む花の要望っていうのは山の木こりが花先に赤い実を下げているかのようなそんな様子なんですよ 普通の男の人はね到底堪忍のならない醜さやったって書いてるんですねよっぽどあかんやろうねヒカルがね亡くなった父ちゃんの追善供養やーっつってホッケ発行しましたよねその仏寺に末摘む花の兄の禅師もね呼ばれたとその仏寺の帰り常陸宮その荒れ屋敷に寄ったんですよ そしたらこう言うんですね。えつむ花、あれもう荘厳やったでにしてもあの光カルってすごいなほんまに仏の生まれ変わりちゃうかなって思ったほどもう荘厳で輝いてた兄ちゃん見たわそれぐらいを言ってね口数少なく帰っていくんですよ世間離れした聖人君主ですからね そしたら末積む花肛ひ張るんですよ光様は仏様に似てるまあまあそれはわかるけどもその仏様自体は私の状況どう思ってはるんってこれで OK って思ってはるんやったら仏様って情ないなあっていうふうに思ってはるんですねだんだんね光との縁のなさに当てにはしてたんですけどもねこれまでかーって思ってたんですよそう思ってた時突然ねおばが来ますいつもは親しみなんんんか見せへんねんけど この度はもう何としても九州に連れていこうって思ってたから末摘む花の着物も立派に調達してね素晴らしい車に乗って得意満面でやってくるんですよ。いやもう草ぼうぼうやがなあ門あるやん門ある門ちょっと開けてっていうふうにしてはっっていうふうになるんですけどもこう八重らとかがね伸びまくってたって書いてましたよねだから門が開かないんですよ。え荒れすぎてるみたいな。でやっと開いたと思ったら次道どれみたいな。 メインの道どれみたいなでまあその神殿南面した部屋の格子がね上げられているんでああそこやなっていう風なことでそこを目指してギッを止めることになりますそうすると末積む花からしたらねうわこれ見よがしにすっごい派手な車をあえて止め張って無礼なって思わはるんですねでおばあこいますいよいよ九州へ向かうことになりましたあのー、このお気の毒なありさまですけども まだ残るって言わはりますかもしね、まだ残るっていう風に言わはるんやったら、自重だけでもお迎えに参りました。姫様は心の隔てを私たちに置いてますけども、自重のいとまをお許しください。まあこの自重はね、太宰の第二の老いとね、もういい仲になってはるんですよ。ね そこはやっぱり自重の幸せも大事でしょうそれにしてもこの家ひどいですねっていうふうにしてね得意げに嫌味を言います亡くなった姉上が私のことを家の恥さらしって言ってねもうお姉ちゃん妻はじきにしてましたでもね私は何にも思ってないんですよむしろ助けたいなーって思ってたんですでもあなたですよね末妻花さんあなたちょっとこうお高く泊まってますから で、私たちこう、成り下がったーですから何も言えないんですよ光様からちょっと援助を受けてもう調子乗ってたじゃないですか見下してたでしょ私たちをでもねやっぱり男女の中って定めなき中ですね今となってはねありませんもんね私たちは九州なんですけども本当に心配していますって言わはるんですね そしたら末摘む花が「<laughs> 心配ありがとうございます」「でも私は世間知らずですからもう一緒なんてできませんこのままここで朽ち果てるつもりです」っていうふうに言わはるんですよおばも「まだ言う」っていうふうになってね「あんたな出家したいわけちゃうやろこうやって生きてる身を捨てるように薄気味悪いところに住まんでもええやんか」 これな光の大将様が通ってきてくれてな作り直して磨き直してくれるんやったらなまた話は別やでもうすごいいい屋敷になるわけど今な光の大将様どうなってるか知ってるか兵部卿の宮の姫君紫の上っていう姫なんやけども紫の上をごち愛してるとあなたなんて見向きもされてないんですよならそのお通いなんてないとこのまま行ったらもう一回も通うことなく終わりますよ っていうふうふに言わはるスエツムハナもねいやもう光源氏ともなんかこれで終わりかなって思ってたところにね突然やってきて言われたわけですからそうよなーって思ってるんですねでもスエツムハナは動こうとしませんおばはねいろいろなダメス化しても見たんやけどもどうにもならないとブチギレてねおばはよしじゃあもうせめてこの自重だけは連れていきますからねっていうふうにして急いでね立っていかはったんですよ いば自重って末つむ花を一番思ってくれてる人ですからもうその人をね強引に連れて行けば一番困るのは末つむ花ですしねあもうそれだけは堪忍それやったら私行きますーっていうのを狙って自重だけは連れていくっていう風にしてもう出発の用意してはるんですねそしたら自重が末つむ花にこう言います「いやもう今日はおばさまがこんなに熱心に仰せですからお見送りだけ行ってまいります」「でも姫様 あのおば様の申し上げることも最もでございますよでも私はずっと姫様と一緒ですからね姫様の思いもわかってますお二人の間にだって本当に胸の痛む思いがいたしますってね末積も花の耳元でささやかはるんですよス末積も花はねいやーもう自重までも私の元を離れていくか って思わはるんですねでも引き留める術もないんですよ今までようやってくれたなっていうことで別れに際してね衣の一つでも送りたいなって思うんですけどももうそんな衣もないんですねどれも汗じみているとうわー霊物が見当たらへんなっていう風に思ってたんですよそこでね末エツムの唯一の美質と言うべきね黒髪がありましたあれの抜け落ちたものを集めてカズラっていうのを作ってたんですよ まあそれはこうエクステ代わりじゃないですけどね女性っていうのは神が命になってくるんでつけたりするんですねその「カズら」と常陸宮家に伝来する「久の栄光」をね一つ添えてね渡しましたで末摘む花が紅葉も張ります「たゆまじき」「筋を頼みし玉カズら」「思いのほかにかけ離れぬる」この「玉ズラら」っていうのは文脈からね「自重のことを指しています っってていううのはね、ね。影も入ってるでしょう、ね、自分の影いわばスエツマハナにとっての自重っていうことになりますね。耐えることはないと思ってずっと当てにしていました「自重よ」「それが意外なことに私の影が離れていくんですね」っていうふうなことで。 亡きメノト末花にとっての育てのの育親ですね。そして侍従にとってのお母さん亡きとが遺言してくれたこともありあなただけは一緒やと思ってましたまあ仕方がないといえば仕方がないんやけど私の身の回りのことはあなた以外の誰に託したらいいのそんなん託せる人いないっていうふうなね思いを込めて渡さはるんですねそれに対して自重の返し玉かずら、耐えても山地行く道の田向けの神もかけて誓わん いや私はあなたに使えることっていう,ふうのをやむことはありませんそのことっていう,ふうなのは行く道の神々にもずっと誓っていこうと思いますこれで関係が終わることはありませんあとはねその儚い命がどれぐらい持つかどうかわかりませんけど私たちはずっと一緒です ってていう風にしてね、返さはるんですねで、おばはね「新規くさいなほんで長いな」「自重、自重、どうなさいましたもう暗くなりますよ行きますよ」っていう風にしてねこうこと言わはるんですね「自重の心はね上の空です」「末摘む花を残して九州に行く名残惜しさにね何度も何度も末摘む花の方を振り返らずにはいられない」と「末摘む花はねひどく心細くなってるんですよ」「うわあの信頼してた自重までもが」っていう風に思ってるんですね そしたら、さらに無知を打つようにして、役に立たないね、老女房たちが、我らも我慢しきれない、もう自重がいい日のやったら、私たちも離れよう。でも行くところないな、ないな、っていう風にしてね、出て行こうとしているのを、なんて人聞きの悪いことなんやって思いながら聞いています。霜月、十一月の頃ね、雪や荒れが降ります。 普通はね溶けて消えるんですよまだ11月ぐらいなんでねでも草ぼうぼうのせいで光を遮って雪が積もっていくんですね影になってるんで温度が低いんでねスエツム花は消えることのない雪を眺めてぼんやりと考えてるんです今はもう話し相手になってくれて心を慰めてくれて一緒に泣いたり笑ったり憂いを紛らわせた時重も去ってしまった夜も全く訪れがないもちろん 光様る筋に待ってるんやけどもそういう一人りの寂しさに男が来ない寂しさのみならず周りの人もほぼいないそういう寂しさばかりがね末エの花の心にあるということになりますここまでがまず15条よもぎゅうの前半というふうなことになりますまあ今回はね父親を亡くした姫のね苦悩というかこんなに屋敷荒あれにゃっていうところが描かれていました このの時代そういういいは結構あったらしいんですよ。作者の紫式部の周囲にも生活の面倒を見てくれる人がおらず姫やったのに女房として働きに出ざるを得なくなった上流貴族の娘がね大勢いたと道長とね争った藤原のちかっていう人がいるんですけども結局牽制を争ってね負けることになるんですけども天皇の后に行って育てた娘がね 自分の死後に女房になるのを恥じてね私より先に娘を死なせてほしいって言ってね最上流の貴族の娘でも父亡きあとは足元を見られて出資を持ちかけられることが珍しくなかったとまあそういうところがね結構描かれていましたさて侍従もね意地悪なおばと共に太宰府九州に行くことになりますこのままねスレツム花は 父の残してくれた屋敷と侵入するんちゃうかなっていう覚悟ですよねこの後一体どうなるんでしょうね後半また楽しみにしておいてくださいということで今回以上です